ヨハン・アウグスト・ストリンドベリは、スウェーデンの劇作家、小説家。ユーアン・オーグスト・ストリンドバーリー、アウギュスト・ストリンドベルヒとも表記される。ストックホルムに生まれる。ウプサラ大学に入り自然科学を収めたが、中途で大学史1874年に、王立図書館女子となり、その間1870年に、王立劇場へ、ローマにて、 アイロムという一幕物を提出して採用され上演。1872年に、刺激、メステル・ウーロフシマスター・オローフを発表したがそれは認められず、粉満の吐け口として1879年に、風刺小説、赤い部屋を発表して、名声を得た。1877年に、男爵夫人であった、シリフォンエッセンと結婚する。刺激、童話劇、 ロマン的刺激等を発表し1883年にフランスに行き、1885年に社会主義的傾向の短編集、スイス小説集ユトピア、アイバルケヒエッテン、結婚に太す、1884から85年を書き、後者は1884年に宗教を冒徳するものとして告訴され、フランスから国外退去を命ぜられた。自伝的小説、 女中の子とジャニュステクビネンズさん、1886年、ある魂の成長園 SJLS、ユトベカリングズヒストリア、1886年、知人の告白イベイトアイネスソーラン、1893年、を発表。この最後のものはフランス語で書かれ、ドイツ語で初めて発表された。後ゲはブランデスとフリードリヒ・ニーチェの影響の下に、 精神的貴族主義に展示、小説、チャンダラ・チャーンドラ、1889年、大会のほとりアいホフズ・ベンデット、1890年、を書いた。1891年に離婚し、1892年、ベルリンに移った。居酒屋、クロコブタ邸で、ポーランドのジャーナリストスタニスワフ・シビシェフスキやノルウェーの画家エドバルド・ムンクと交友を持った。 1893年オーストリアの女流作家、フリーダ・ウールと結婚したが2年後に不幸な結果に終わった。1894年パリに移り、自然科学、特に錬金術に没頭する。またスウェーデンボリの影響を受けて、神秘主義に接近し、不幸な結婚生活を解雇して、自伝的小説、地獄インフェルの1897年、伝説レジェンダー。 1898年を書き、また戯曲、ダマスクスへ、ティル・デマスカス、1898から1904によって自然主義から離れた。1899年からストックホルムに定住し、グスタフ・バーサ・グスタフ・ベイッサ、1899年を、はじめ多くのスウェーデン史劇、ルターを主人公とした、ビッテンベルクの夜グイス・ネクター・ガラン、アイ・ビッテンベルク、 1903年を書いた。1901年に女優ハリエット・ボスセと結婚したが1904年に離婚。長編小説、ゴシックのヘアゴティス・カルーメン。1904年、黒い旗スバルタ・ファナー。1907年はこの頃の混乱した精神から生まれた。1907年に神話劇場を設立しその劇場のために室内劇コマースプルを書いたが、 経営困難のため3年後に閉鎖。晩年の随筆集、聖書園 BL ボック、1907から12年には、再び社会主義的な関心が示されている。カールラーションが1899年に描いたストリンドベリ。リッカルドベリが1905年に描いたストリンドベリ。オカルト研究でも知られ金の製造の研究をしていた。若い頃から科学ファンであったし、 アンチバルバルスを書いたときは、大科学者としての名声を期待したが、詐欺師、バカと言われた。画家のカール・ラーションとは1879年から交流があり、ラーションに著書の差し絵を依頼したりしたが、1908年にストリンド・ベリーが著書で、ラーションを批判したことから、二人の関係は終結した。一方、画家のリカルド・ベリと1889年より交流を持ち、 ベリがストリンドベリを描いた肖像画はベリの最も有名な絵画の一作となった戯曲小説ありがとうございます。